勢ぞろい。おごない？そう。感動ですよ本当に。生まれてよかったですね。よかったね。まあそんなね大感動の出産が終わって。うんすぐね、この新生児育児が始まっていくんですよ ね。新生児育児、ボーン始まりました、うん、まあ1ヶ月検診ぐらいまでかな。いかがでしたか、覚えてらっしゃいます？ちょっと2年ぐらい巻き戻りますけど。巻き戻るけど、もうちょっと思い出していただいて。でもやっぱりね、とにかく幸せだったかな。もちろん夜泣きもするし、赤ちゃん新生児の頃って、でもなんかもう本当にこの可愛い生き物は何なんやっていう感じです。本当に今は大きくなったけど、もう本当にもうこんなサイズやし、なんかやっぱ新生児の時ってこう短い期間っていうのもあって、うん、神秘的です、ね、神秘的、本当に神秘的、うん、輝いてる、まあ、実際には輝いてないんですけど、うん、なんかすごいパワーを持ってますよね、うん、そう、なんか本当に柔らかいし、大事に大事に持たないともう壊れてしまいそうなぐらいなんやけど、うん、なんかもう本当に愛しくてたまらないっていう感じかな。いやないか。ミルクと混合にしたとかそういうのあります？もう看護でした。あ、うちは、そう。看護だったらね、多分仕事復帰するのがなかなか大変なんじゃないかなっていうイメージもあるんですけど、うん、こう生まれてから仕事復帰までってどれぐらい空けました？3ヶ月後。3ヶ月後ぐらいか、うん、振り付けの仕事があったから。あー、そうなんですね。そう、だからもう、まあ、見せれる姿ではもちろんないとは思うんやけど、裏方っちゃ裏方ですよね。そう、はい、作品を作るっていうところで、うん、そう、それで振り付けの仕事3ヶ月後、できるけど、うん、やっぱり筋肉がやっぱりなくなってるからお腹もよくなるし、でも底なし沼かっていうぐらい、あれ筋肉どこみたいな、自分ゴム人間かな、そう、本当にゴム人間かなって思うぐらい、もう全然筋肉なくなっちゃってた時期だけど、まあまあ、 あの振り付けの仕事はまあできたから一応復帰したかな、うん、里帰りしてる時、うん、何ヶ月京都には産後いらっしゃったんですか？産後でも、1ヶ月ちょっとかな。じゃあ、まあ、多分実家にいる時はさほど、まあ、ひまりちゃんのことに集中してっていうふうにできたと思うんですけど、うん、今度は東京に戻ってきてるんですよね、うんうん、今度また違う意味で自分の実母じゃない人たちからこう、うん、サポートいただかないと仕事復帰ってなかなか大変だと思うんですけど、うん、そう旦那さんとかどうですか？いいんだけど旦那さんはね、その時期すごく忙しくって、はい、割とあの、ね、出張とかもあったからあんまり家にいなかったんですよ。だから本当に結構一人、もう2人で過ごすことが多くって、でも、まあ、生まれたばっかだからなんか割と楽しなかったお友達が遊びに来てくれたりとかっていうのもあったから、なんか別に気分はこうちょっと落ちることもなく、でパパがいる時は一緒にお出かけすることが多かったから、うん、パパさんがそのじゃあ少ない中いる時、パパ例えばおむつ替えたのかとか、おむつはあんま替えないとか、おむつは替え、もうあのこのやっぱミルクとか母乳のこと以外で、うん、多分男の人ってまあできるかなっていうところあるんですけど、なかなかそこはじゃあ基本的にはるかさんが基本的に、だっておむつ替えたことなんて今でも10回あるかないかですよ本当に。そうか、まあ、これをね皆さんどう解釈するかですけど、そう、まあでもうちもそんな感じです。うちも基本的に旦那さんものすごい忙しくて、うん、家に基本いないので、うん、あの私がほぼ、うん、ほぼやって、たまにおむつ替えたらちょっと逆にびっくりしたみたいな、うんうん、やってくれたみたいな。パパがやってくれる時もあったけど、まあ、主にやっぱ私がやることが多かった。なるほど、なるほど。で、なんかパパと一緒に過ごす時はまあ一緒に遊ぼうっていう、うん、そうめっちゃアクティブになってきたな。まりちゃんも今2歳と7ヶ月ちゃんかな。そうね2歳7ヶ月ならではの、まあ可愛い、ここ可愛くなってきたなとか、うん、ここ大変になってきたなっていう両面教えていただけますか？可愛くなってきたのはやっぱりこう意思疎通、言葉が分かるようになって、私の言ってることも分かるし、自分の意見もこう言おうとしてきてくれるから、
割とこうしっかり会話が成り立つからすごく面白いし、なんかめっちゃ私の言い方に似てるとかなんかそうやっぱり見られてるっていうのが、ね、ママのコピーですよね。そうそうそう。じゃあ結構喋るんですね。喋、ね、る本当は、はいはい、今ねまだちょっと本領発揮してないけど、喋、うん、り出しがまたね可愛いんですよね。このそうそうちゃんと文法も整ってなかったり、そうそうそうひっくり返って文字言ってたり、そうそう例えばなんかあったかいを赤たい赤たいって言うから赤たくて気持ちいいねみたいな感じで赤たいああそうそうそう大変になってきたなっていうところはのはやっぱり2歳はイヤイヤ期っていうけどよこの子も出てきて2歳のなんかこの子は2歳の成り立ての頃はあんまりなかったから全然大丈夫やもうあんまイヤイヤ期ないのかなって思ってたんやけどついにというかイヤイヤ期が来ちゃってお出かけする前とかもやだやだやだおむつ替えるのもやだやだみたいなこっちがいやもうやっぱねたまにね爆発しちゃう本当に私も大変ですよね。そう、うちのあれはスーパーでもう10回くらいこうなってます。寝転がってこれ皆さん申し訳ないと思いながら、うん、すいませんすいませんって、ね、まあねみんな分かってるからなあの子を持つ母親はあこの時期ねっていうのは分かってくれると思うけどやっぱりなんかこうねどうしてもお外だとお願いやめてくれって思いながら通るべきこう道なんですけどね。あの第一反抗期ですから。そうだよね、はい、第一反抗期の時にそうそうそうこう脳がまた新しく成長するっていうのがあるらしいんで、ね、成長にとってはその自我が取って出るのが必要っていうところですよね。まあね大事なことやとは分かってるんですけど私たちも、 もう母親も人ですからでもそう私だったってみんな多分2歳のイヤイヤ期のママはそう分かるってなってる なってると思うんですけどだよねーってでですねなんか結構バリバリこうダンス復帰してるイメージがあるんですけど、うんうんまあ、ママになってどのように実現できてるのかなっていうところレッスンの時はちなみには、うんまあ主人のお母様に見ていただいて、うん、お母さんに見てもらってもうそこがね本当に本当に感謝してもしきれないぐらいすごい協力的に見てくれるから良かったですね。そうなんか、うん、あの今住んでるところがその主人 あの地元なので、はいはいはい、そうそうそうお母さんお父さんもいるしその妹さんもいるしっていう感じで、はいはいはい、で妹さんのところには4人あのもう子供がいるのでおそうだからもういとこがいっぱいでベテランだそうなんかすごい遊んでくれるし暇もすごい、うん、楽しく遊べてるから楽しいかもしれないですね。そうだからもう0歳の時からそういう形で私が仕事ある時はそのお母さんにあの実家に預けて行くようになったから、はいはいはいもう全然泣くことはないもう本当に泣いたこと今までに 2,3 回っていうぐらいもう全然ママ行ってらっしゃいっていう感じ、まあ、ワークショップとかも結構自主的にやられてますけど仕事する日を決めて時間決めて、うん、そこに合わせてあの預けてもらえる家族にお願いするっていう、うん、そういう融通がね実は聞いたりもするんですよね。そうそうフィーランスっていうのはね、うんうん、繁忙期とそうじゃない時っていうのもやっぱりダンサーの中でもあるから私の場合はなんか普段はまあちょっとあんまり入れすぎない仕事を自分が行き詰まっちゃうぐらい入れるとこうちょっとバランスが崩れちゃうからなるほどなるほどそうそうじゃあ最後の質問にはい、はい、ダンスも続けたいしでいつかでもあのお嫁さんになって子供も欲しいっていう、まあ、女性のダンサーの子ですよね、うん、何何いつかさお仕事も頑張りたい、うん、でも家族も持ちたいってなるかもしれないじゃん、うん、ひまりが、実際ね、うん、そういう風にママダンサーに実際になられて、うん、あのそういう子たちに向けてね、うん、何かメッセージやアドバイスなどあればお願いします、うん、家族って本当にすごい幸せな形だと思うし日々毎日穏やかになるかもなんかすごい平和やしそれはもちろん育児で大変な時もあってあしんどいなって思う時ももちろんあるけど、うん、やっぱりねあの私は独身の時よりもなんかすごい穏やかに暮らせてるなっていうのはある
うん、気持ち的にすごい楽になったっていうか、うん、なんかゆとりができたのかな、うん、そうそうそう、まあその中でも自分の時間もやっぱそれでも大切にしてもらいたいなっていうのはあって、なんか週にもう1日でもいいし1時間でもいいし、なんかちょっと一人でコーヒー飲む時間じゃないけど、なんかちょっとふーって落ち着ける時間が1時間でもあったらすごいなんか気持ち的にきっと楽になると思う。うん、四六時中子供といるのももちろん幸せなんやけど、なんかやっぱダンサーの人って何々したいとかやっぱ夢があってずっとダンスを続けてきた子がすごいたくさんいると思うから、なんかもう1時間もダンスに集中して思いっきり発散するでもいいし、そういう自分がなんかちょっと気持ちがリフレッシュできる時間っていうのを、あの本当にちょっとの時間でも持てると自分の精神的にも落ち着くし、プラス、あの子供との時間もなお貴重なものやなって思えると思うから、結構ダンサーさんってこう、まあ、みんなじゃないと思うけど、うん、予定を詰めがちかなっていうのはあると思うんですよ、うんうんうん、ね、やっぱ常に練習したり常にレッスン行ったり、うん、でオーディションがあったらすぐ行けるようにしたりっていう、こう詰め詰めでっていう子たちが多分、まあ、去年の、ね、コロナでこうステイホームみたいになった時に、なんかね、こう何人かいたのは、やっぱ休みができたことによって、やっぱ自分と向き合う時間が増えた、ね、多分ママたちにとったらその時間ってもう増える、妊婦中から自分と向き合う時間ってすごく増えると思うんですけど、ね、まあ、それを意外といい時間だったかもというかね、実はダンスに生きてきたし、そう研ぎ澄まされたり、なんか私自身もやっぱり、まあ、妊婦からまあずっとそういう向き合う時間っていうのがすごい多くなったけれど、その去年のやっぱ1年コロナになって、どういう形でダンスを続けていきたいかなっていうのをすごいなんか改めて感じたから、なんかそういう時間って、私の場合はなんか今後なんか子供にダンスを教えるっていう方向を今年どんどん形にしていこうっていうのをこう心に決めた1年だったかな、去年、夢がこう増えたみたいな、そう今になったから、なんかあの結婚したからっていうので可能性が減るわけじゃないから、むしろ増えると思うから私はね、だからなんかそこを全然なんかもうママだからできなくなっちゃうっていうのじゃなくて、あ、ママだからあれもしたいこれもしたいこうしたら楽しそうとか、なんか本当可能性がもっと増えるし、なんか選択肢も増えると思うから、なんかそこをなんかママだからっていうのでできないって思ってほしくないっていうのはすごく思うかもですって。じゃあ次回ははるかさんのダンサールーツ編もお伺いしていきたいと思いますので、ぜひ次回もご覧ください。でははるかむとうさんとひまりちゃんでした。ありがとうございました。バイバイしてる。